はい、どうもまさきです。はい、今回はね、日本百名山で、東京都の最高峰でもあるんですけど、雲取山っていう山に登りに来ました。はい、予定としてはね、1泊2日で登っていきます。はい、今ね、現在地がここなんですけども、ここの駐車場ですね。これをずっと登っていって、はい、ずっと登って、ここが、日本百名山雲取山です。でね、ちょっと下ったところに雲取山荘というのがあって、ここに今日は一泊します。ほんで明日はね、また来た道をずっと戻っていって、ここの駐車場まで戻ってきます。はい、今回のルートはね、そんな感じで行きます。はい、では登山スタートします。はい、駐車場からね、5分ぐらい歩いたところにある、雲取山の登山口の取り付けに到着しました。はい、ここからね、この左に曲がって、ここから雲取山の方に登っていきます。はい、雲取山の山頂まで 10.8 キロですね。はい、登山道はね、結構もう踏み跡がしっかりしてて、めちゃくちゃ歩きやすいですね。はい、でね、雲取山までの、コースタイムが5時間半ぐらいですね。はい、5時間半となってます。はい、まあ、ひたすら7割ぐらいこの樹林帯みたいな道をずっと登っていくみたいですね。はい、でそこから七つ石山行って、ほんで国本取山っていうのがあるんですけど、でその先に雲取山があります。はい、上の方行ったらね、多分標高 2000m ぐらいあるんで雪があると思います。はい、今のところはね、全く雪がなくて、はい、雪が出てきたらまたチェーンスパイクつけようと思います。今日もいい天気。はい、30分ぐらい登ってきましたかね。はい、なんかね、山小屋なんかな、これ。はい、民家跡みたいなのが出てきました。うん、ちょっと見に行こうか。よいしょ。はい、この山にはクマが生息しています。食べ物は備えない。ほい、はあはあ、携帯の電波がここからないみたいですね。はあ、七つ石から雲取山までは電波がどこもある。はあ、ほんでね、これがね、平野正門瞑想ルートって言って、これが今4分の10ですね。登山口の駐車場のとこにね、10分の3っていうのがあったんですけども、
しい。はい、チャニッパ、10分の5か、チャニッパ10分の5来ました。次はね、風呂岩っていうとこ、385m、向かいます。いろいろね、ああいう逸話みたいなのがあるんですね、このルートは。はい、同じようなね、道をね、ずっと今1時間半ぐらい登ってる感じですね。緩やかに標高を上げていってます。まあ、景色はね、全然変わらないですね。樹林帯の中を歩いてるって感じです。まあ、関西にね、ダイヤモンドトレイルっていうロングトレイルのルートがあって、奈良と大阪と和歌山にまたがってるんですけども、そこのルートにすごい似てます。雲取山はね、あんまり楽しくないよっていう人もいてるんですけど、僕はね、結構こういうダイヤモンドトレイルがね、好きなんで、僕は結構好きな感じのルートですね。まあ、上目七つ石山そこら辺まで行ったら展望が広げると思うんで、そこまで頑張って歩きます。よいしょ。風呂岩10分の6来ましたね。水ホロ岩っていうもんか。平野正門が風呂に入ったらしい。この岩か。どうやって入ってるの。はい、か、ゴーゴーゴー。はい、あった。道どころ10分の7。雲取山頂まで 6.3km ですね。まだでも半分来てないぐらいか。よし、はい、今ね、七つ石小屋の30分手前ぐらいのとこを歩いてるんですけども、富士山がね、顔を出しましたね。頭がね、ちょっとね、山頂の方雲かかってるんですけども、富士山が顔を出しました。雲取山からはね、富士山がね、見えるんで、あと南アルプスとかも見えるかな。今日はね、天気がいいんで、眺望が楽しみですね。富士見ターンって言うんか。富士山見えるから富士見ターン。はい、あと 5.8 か。もうちょっと行ったら半分ぐらいやな。富士見ターン。よいしょ。この辺にね、富士山があります。ここが、マモシー岩というところですね。ここでちょうど半分、5.4、登山口まで 5.4、ちょうどね、ここで半分のところまで来ました。おそらくね、こっちかな、この辺が奥なんかもしれんけど、七つ石山、こっち方面ですね。天気いいな、最高や。
七つ石小屋到着です。はい、七つ石小屋へ1597m です。マムシーバっていうのがちょっと真ん中にあったと思うんですけど、そっからちょっとね傾斜がかかってきつくなりましたね。まあ言うほどね急登ってほどでもないんですけど、まあこのまま七つ石山に登っていきます。はい、七つ石小屋からね10分ぐらい上がったところにある水場ですね。冬でもね凍結せんと出てるみたいですね。一応ね水を持ってきたんで今は汲まないですけどね。七つ石山経由やからこっちか右か、はい、こっちですね。よいしょ。はい、はい、尾根まで上がってきました。石尾根、石尾根縦走路っていうところまで来ました。はい、七つ石山、雲取山、こっち、はあ、そういえば平将門瞑想ルートっていつ終わったんやろな、はあ、ここまで続いてたんかちょっとよくわかんないですね。はあ、まあもうちょっとでね七つ石山です。あーあった、まだあった。はい、平将門瞑想ルート10分の9。はい、まだ将門瞑想してましたね。はい、七つ石神社と七つ石山、はあ、ここで最後の祈願をしながら武蔵の国へ向かった。はあ、エピローグ、大内川の悲劇、胸坂本記605m、ここで最後ですね。はい、よし。はあ、やっと着いた。1757.3m 到着です。やった、七つ石山に、ね、近づくにつれ傾斜がねきつくなっていった感じですね。はい、でね今から歩く縦走路と雲取山がねそこに見えてます。はい、これがね歩く縦走路で、これがね雲取山です。はい、ここに向かって歩いていきます。あと4キロほどですね。はい、行きます。はい、道がねところどころアイスバーンになってるんで、はい、気をつけて歩いていきます。まだねチェーンスパイクつけるほどでもないですねこれは。はい、気をつけて。よいしょ。うわ景色いいわ。すごい、あれ多分あれですね、南アルプスですね。綺麗。はい、分岐のとこまで来ましたね。はい、船坂っていうところです。はい、これをねこっちから今ね降りてきたんですけど、こっちに行ったら七つ石山を巻いて水場のとこにね降りていけるようになってます。はい、こんにちは。あ、ここや。はい、
平将門瞑想ルート10分の10最後のとこです。はあ、大内側の悲劇、はあ、あ、下エピローグって書いてるわ、はあ、あれ雲取山まであと2時間って書いてる、はあ、そんなかかるのか。よし行こう。はい、これがねあれですね、雲取山のダンシングツリーですね。これ有名なやつや。すごい、すっごい凍ってる。はい、分岐のとこまで来ましたね。これをね、こっちに行ったら巻き道で、こっちに行ったらね、尾根道。はい、これの上がよもぎの頭っていうピークがあるんですよね。はい、なんでちょっと尾根道の方に行きたいと思います。はい、明日はね、巻き道で帰ってきたいと思います。とりあえずまだ行ったことないんで、よもぎの頭行ってみます。後ろにね、歩いてきた稜線が見えます。あそこが七つ石山ですね。はい、七つ石山からね見たらそんな距離ないなって思ったんですけど、歩いてみたら結構ね時間かかりますね。よもぎの頭か、はあ、看板とかない、あるか、はあ、書いてる上に、はあ、よもぎの頭、はあ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 、はい、今ね、雲取山の一個手前に小雲取山っていうのがあるんですけど、それを登ってます。結構ね、登りがね、小雲取山まではきついんですけど、それを過ぎてしまったら雲取山までは結構なだらかな稜線で雲取山まで行けると思います。ここがね、頑張りどころです。はい、登山道はね、こっちに続いていってるんですけど、はい、ここも鳥山がね、この上みたいですね。まっすぐそこなんで、ちょっと、ピーク見に行きますか。はい、ここを。よし。よっ、来た。よっ。ああ、ここか。この棒かな、これ。あ、書いてる、ありました。はい、小雲取山1937メートル、晴れ山って書いてある。ああ、こっちから行けるのかな。はい、あとね、こっから30分ぐらいで雲取山です。はい、よし。うわ、滑る。
かな。おお、こうなってる。お邪魔します。あったけー、すごい、結構広いねんな。はい、ここがね、避難小屋の裏ですね。なんで避難小屋の裏の先が雲取山の山頂です。こっちですね。はい、そこにね、避難小屋のところにトイレもあります。はい、ここからあと 2,3 分で山頂のはずやけど、よし。あー、着いた。はい、ここがね、雲取山の山頂ですね。東京と埼玉の県境になるんかな。よし。京都。あ、誰か手袋落としてるよ。三角点。ダチ。いい、何あれ。これも三角点なんかな。これもそう、原三角側、よいしゃー。はい、雲取山、東京都最高峰 2017.1m 到着です。よっしゃー、百名山。じゃあね、今から雲取山荘の方にね、降りていきたいと思います。はい、そこでね、ちょっとゆっくりしたいと思います。あー、着いた。はい、風浦にね、やってきました。はい、風がね、冷たくて、はあ、めちゃくちゃ寒いです。まあね、フリースとかね、シェル持ってるんで、来たらいいんですけど、いかんせんも、山荘がもうすぐそこなんで、はあ、ザックを下ろすのがすごい、めんどくさいですよね。はあ、あるよね、そういうとこあるよね。はあ、まあもうあとね、10分ぐらいかな。で、雲取山荘に到着します。はあ、あ、見えた。はい、あそこに赤い屋根、赤い壁か、見えましたね。あれ雲取山荘です。はあ、うん、あ、着いた着いた。あ、寒かったぜ。はい、無事ね、雲取山荘到着しました。あ、寒かった。はい、2階のね、4-1 っていう部屋が僕の部屋みたいです。はい、
この部屋が見える。こたつがあるんですよ。はい、今荷物を置いてね、とりあえず山荘のね中をちょっと探検して、でまあビール買ってこたつあるんで、そこであったかくしてビール飲みましょう。最高、こたつ最高。部屋に戻ります。すっごいね、晩ご飯美味しかったです。ハンバーグのね、デミグラスソース、あれがね、すっごい美味しかった。ご飯おかわりしました。あとはね、部屋に戻ってゆっくりします。はい、2日目スタートしました。ね、今から朝食食べに食堂の方に行きます。はい、どうぞ。はい、失礼します。12.9 はい、夜もね、明けてきてね、今から山頂に行って、でまあ日の出見に行きたいと思います。こっからね、山頂まで30分ぐらいです。お会いします。
あ、着いた。しんど。間に合った。だいぶ焼けてきてる。はい、今日はね、富士山も見えてますね。じゃあね、山頂を後にして、ハム様の車止めてる駐車場の方に降りていきます。うわー、綺麗だな。頑張らせ。はい、じゃあね、登ってきた道をずっと歩いていきます。綺麗、やべえ。うわ、めちゃめちゃ綺麗な。あ、なんじゃこれ、すっごい綺麗。はい、今ね、ヨモギの頭の、巻き道を通ってます。このね、右手の上がヨモギの頭です。はい、その道をね、今巻いていってます。はい、左はね、巻き道巻き道で降りていきたいと思います。はい、七ツ石山とのね、分岐のブナ坂です。はい、これはね、右の方に行きます。こっちに行くと七ツ石で、こっちに行ったら昨日の水場の方に行きます。はい、はい、このね、上が七ツ石山ですね。すごいね、巻き道は平坦で歩きやすい道です。はい、またね、分岐があって、猫の股やって、ここ猫の股。こっちに行ったらね、水輪の方ですね。ほんでこっちに行くと七つ石小屋の、下の方に出てくるみたいです。なのでこっちに行きます。はい、こっちの方がね、ちょっとね、コースタイム短いんで、こっちの方行きます。はい、こんなね、感じのなだらかな道をずっと今歩いてます。はあ、雲取山だけ行く人やったら、もう七つ石山行かんと、この道通ったら結構楽に行けるかもしれないですね。
はい、分岐のとこまで来ました。あ、富士見ターンじゃなくてあれか、七つ石小屋下分岐か。これをもうちょっと降りたら富士見ターンですね。後ろのところがね、富士見ターンですね。はいはい、もうここからはね、なだらかなんで、はい、ちょっと急ぎ足で行きたいと思います。はいはい、はい、道路がね、見えてきましたね。はあ、もうちょっとでゴール。はあはあ、疲れた。はい、道路のとこまでね、降りてきました。はあ、山頂から2時間半ぐらいで。来ましたね。あとはもう5分ぐらいで、はい、駐車場に到着します。はあ、もういい天気やな。はい、駐車場まで降りてきました。はい、というわけでね、今回は日本百名山の雲取山登ってきました。はい、雲取山荘がねすごい良い宿だったですね。あとね、雲取山も景色が素晴らしくて、はい、楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。まさきでした。ございます。